こんにちは、ヤマです。今回は、髪の構造とケアについてお話をしていこうと思います。今回は、美容の基礎の基礎講座の、髪の毛編ということでやっていきます。はい。じゃあまず今回の流れとしまして、まず最初にイラスト付きで構造を、解説した後に、日々のケアのコツを、この構造から、見た上で、お伝えして、最後に軽くまとめをして終わろうと思います。まあまず早速、イラストで、解説していこうと思います。ちょっとイラスト下手くそなんですけど、これ、ちょっと見づらいかもしれないんですけども、こっちが、縦にしたバージョン、こんな状態の時の髪の毛を見た時で、こっちが横に倒した時、なんて言うんだろうな、毛先から、根元に向けてまっすぐ見た状態、こんな感じで見た状態をこっちに描いてます。で、まあこれよくのり巻き状って言われるんですけども、こっちものり巻き状になってて、まあ方向が違うだけですよってことですね。まあこれ見ていただいたらわかる通り、3層構造になってます。1層、2層目、3層目、こっちも真ん中の赤いところで、その次この、白い埋まってるところで、この最後にこの鱗みたいなやつが、なってて、この3層構造になってます。で、この真ん中から順に、この赤いところから順に、メデューラ、次コルテックス、次キューティクルってことになってます。で、まあこれ、まあこのメデュラとコルテックスを覚えたって仕方ないので、このキューティクルだけ、まあよく聞くと思うんですけど、シャンプーとかの宣伝とかでもよくあるんで聞くかもしれないんですけども、キューティクルだけまあ覚えておいてください。で、まあ、中心からこんな感じですね。メデュラ、コルテックス、キューティクル、こんな感じです。はい、っていう感じになってまして、で、まあ、メデュラから順に少しだけ特徴を、お伝えしていこうかと思います。メデュラは、柔らかい毛にはありません。例えば白クマの毛だったりとか、あと自分たちの腕毛とか柔らかいですね、こう触ったら簡単に動くようなやつは、基本的にこのメデュラっていう、こう芯がないんですよね。だから柔らかくなってるよっていう話です。まあ本当にそれだけです。なんで、まあ本当に豆知識みたいな感じで覚えておくとちょっと面白いかもしれないので、まあ余裕がある人は覚えてみてください。はい、次コルテックスです。コルテックスは、髪の毛の 85% から 90% ぐらいをだいたい占めてますよって言われてます。さっきの絵の通り、結構占めてる割合が多いので、まあ結構、髪の毛のほとんどの部分を、決めてますっていうのもあって、ここで、まあ、髪の毛の色、黒い人だったり、茶色い人だったりとか、あと逆に、海外の人は金髪だったり、白だったりする人がいると思うんですけども、まあ、そういう色とかもここで決めていたりとか、あと水分量とか油分量によって、髪質もここで決まってます。なので、まあ、髪の毛硬い人、弱い人とか、あと、まあ、生え癖とかはあったりとか、まあ、癖とかはちょっといろいろ複雑なんですけども、まあ、髪の質、うん。は、だいたいここで決まってるかなっていう感じになってます。はい。じゃあ次。はい。じゃあ、まあ、一番大事って言ったキューティクルですね。キューティクルは、鱗状にだいたい4枚から10枚ついてます。で、まあ、これもまた個人差があって、結構綺麗な、髪に見える人は、キューティクルが多い可能性が高いですね。で、柔らかくて、膨らみやすい、柔らかくて剥がれやすくなってます。まあ特に濡れた時に、剥がれやすくて、あと濡れたら結構水を含みやすくて膨張するので、また膨らみやすい感じになってます。なので、まあドライヤーとか、乾かす時、可能な限り早く乾かしましょうとか、優しく乾かしましょうっていうのはこういう理由があるからですね。で、最後、カラーですごく傷みやすいです。そのカラー剤とかって結構脱色するためとか、色を入れるためにこのキューティクルを開いてその中に色を入れていくんで、キューティクルを開く効果っていうのがあったりします。なので、結構そのキューティクルを開く力があるので、その 80% くらいキューティクルを削ぎ落としちゃうみたいなんですよね。そのカラー剤とか、
あとブリーチをずっと繰り返してる人は、髪の毛が表面がこうパサついて見えてしまったりとか、枝毛が増える原因がここにあったりするので、絡のしすぎはちょっと注意しましょうっていうことになりますね。はい、じゃあ次の、流れに行きまして、日々のケアのコツっていうのを、お伝えしていきたいと思います。はい、じゃあまず1個目は、先ほどの、キューティクルの時のお話しさせていただいた、濡れた状態は剥がれやすくなっているので、まあ速攻キューティクル、を閉じてあげるためにそこを乾かしましょうっていうことが1つ目で、2つ目が、シャンプーにこだわりましょうっていうことですね。このシャンプーにこだわりましょうというのはちょっと、まあ難しい話なんですけども、トリートメントより、シャンプーの方に、こだわるようにしてください。まあっていうのも、トリートメントは、まあ保湿だったりとかは大事ではあるんですけども、補うことはできないんですよね。そのなくなってしまったもう受けてしまったダメージを、まあごまかすというか、無理やり補修してるように見せるっていうことは、まあ得意なんですけども、補修する、完全に補修して、で、内部の構造を作り直すっていうのは苦手なことなので、まあシャンプーでできるだけダメージを少なくしてあげる。まあシャンプーが髪の毛に、まああまり悪すぎないものを使うことによって髪の毛のダメージを抑えるっていう方が、まあ、長期的に見たら大事なので、シャンプーにこだわってくださいということですね。なので、まあトリートメントは市販で、まあシャンプーを先に、その1000倍のシャンプーとかを買うといいかもしれないですね。はい。で、まあ、最後はカラーを、頻繁にしすぎないようにしましょうっていうことですね。まあ、こんな髪で言うことも違うかもしれないんですけど、まあ、ブリーチもしてますし、パーマも当ててましたし、っていう、まあ、説得力はないんですけども、本当に、まあ、逆に言えばカラーたくさん経験してきたので、髪の毛がどんだけ痛むかっていうのも知ってるので、まあ、カラーはできるだけ、少なめに行きましょうっていうことですね。まあブリーチが一番痛むので、ブリーチができるだけ避けて、でまあ次にカラーを避けていただけるといいかなと思います。はい、じゃあ、最後まとめさせていただくと、ちょっと下にブサイクな感じになってしまったんですけども、まず1つ目が、髪の毛は3層構造でできてますよっていうことですね。まあ中心から順に、メデュラ、コルテックス、キューティクルの順になってます。で、まあ、キューティクルだけ覚えていただければ今回はいいかなと思います。はい。2番目は、毛質はコルテックスで大体決まることが多いっていうことですね。まあ、毛穴の、向きだったりとか広さによって変わることもあるんですけども、毛質に関しては結構コルテックスの水分量、油分量だったりで、決まることが多いです。タンパク質の量とかもかな。うん。で、決まることが多いようになってます。なので、まあ、水分を、いかに逃がさないかとかで、毛質の改善につながったりするので、まあ、コルテックス、大事ですよっていうことにもなります。なので、まあ、キューティクルが覚えて余裕が出た人は次はコルテックスを意識してみるようにしてください。はい。で、まあ、最後、この、ケアは3ポイントですね。先ほどお伝えさせていただいた、毛を速攻乾かす、シャンプーにこだわる、でカラーは少なめにしましょうということでした。はい、まあ今回の、動画は以上になります。はい、ちゃんと書きました。以上です。お疲れ様でした。長い、時間だったんですけども、お付き合いいただきありがとうございました。ではまあ次は美容かな、美容の方、あ、美容じゃないわ、次肌かな、肌の動画を出すと思うので、そちらも良ければ見てみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。